はい、速稼塾の久保です。今回はですね、財務省に切り込んでいただいている西田議員の、まあ、ある動画がありましたんでね、こちらの方を一緒に見ていこうと思うんですよ。最後に私ね、改めて締めの言葉を出させていただいてますんで、そこでね、もう一回考えていきたいんですけども、ちょっとこれはね、看過できない恐ろしい問題と、そして西田議員のような、まあ、優秀なね、先見の目のある、そしてこの総理の器であるとまで私が考えている方が、なぜね、中堅以下の役職にとどまっているのか、これがね、なんかすごく恐ろしいものを感じますよね。今西田議員は YouTube でね、盛んに情報発信してくださってますけども、もしかしたらこの時が最後のチャンスだったんではないかなというふうに感じております。それでは、まあ、財務省と西田議員と、それから安倍総理とね、当時の、それから麻生財務大臣のこのやり取りをちょっと見てください。もう誰がね、誰がこの国を守っていく器があるのか、もう一目瞭然です、これは。どうぞ。ね、要するに総理の忖度するとか言うんだったら、まさにですね、出してる方がよっぽどいいわけですよ。なんで出さないのかと。で、そのことを麻生大臣、財務省のトップとして、これどういうふうにご理解されてますか。麻生財務大臣。今ほどの西田先生のご質問なんですが、同様な疑問を持ったのは、これは普通の人は皆そう思ったと思いますし、私もその例外ではありませんが、この書き換えが行われました目的、またですが、いずれにしても、とにかく決裁文書というものがもうすでに行われた、決裁が行われた行政文書に。リーダー局長に聞きますがね、これも驚いたんですがね。で、理財局長に聞きますが、麻生大臣、いつ報告したんですか、大体。財務省、太田理財局長。お答えをいたします。3月5日に国土交通省から私ども理財局の方に連絡をいただきました。土曜日ということになりました。で、10日の土曜日に捜査当局からいただいたものも含めて、最後に確認をして、いろんなことが分かって、それで11日に大臣にご報告させていただいたというのが経緯でございます。石田君。今のね、理財局長の答弁を聞いてましても分かりますようにね、自己弁明、ね、自分たちは整理をして、ね、事実関係を整理して渡そうと、まあこういうことですよ。しかし、大事なのはですね、要するに麻生大臣もこう答弁したわけですよ。あるかないか、損否の有無も含めて今、調査中だと言ってるわけですよ。それ分からないからそう答えるわけですよ。ところが、片っぽで事務方にはすでに情報が総理入ってたわけですよ。これ、とんでもない話で、つまりね、何が言いたいかというと、われわれの仕事というのは、与党側の議員ですから、例えばこういうね、事態が起きたときにですね、当然政府側に、ね、どうなってるんだと、野党側が指摘しているような、また報道が言ってるような事実があるのかどうか、まずそのことをわれわれは聞いてるわけですよ。ところが、彼らは知っていたわけですよ。3月5日の時点ですでに。ところが、そのことを全くわれわれには、大臣にも含めて報告がない、ないだけで、国会が大変な混乱してるわけですよ。でまさにこれはね、官僚が、ね、自分がやるべき判断じゃない。政治家がやるべき判断、政治家が情報をもらってですよ、でそれをじゃあ、こういう説明の仕方して、ね、混乱を収めようとか、野党側にこういう話をですね、しっかり説明しなさいとか、いろいろあるわけですよ。ところが、与党側にも情報が上がってこない、ね、まさにこれが今回の問題の一番の問題点なんですよ。つまり官僚システムというのがね、我々政治家よりもはっきり言って、圧倒的に情報を持ってるわけですよ。総理よりも財務大臣よりも、あらゆる分野で各省庁、情報を持ってるわけなんですよ。ところが、その情報をすべてそのトップの政治家に知らせですよ、その中で政治判断をして、政策の決定をしていくのが総理仕事じゃないですか、我々。そして我々与党はですね、同じく政府のその情報をですね、共有しながら、国会運営をどうしていくかと、野党側にどういうふうにこれを説明していくかと、そういうことをやっていくのが、まあ、私、国対の仕事ですよ。ところが、その肝心の情報ですよ、一切われわれに知らせていない、ね、そしてあと11日になってからですよ、報告して、ね、いや、こんなんでしたと、しかも出てきた資料を見たらですよ、出てきた資料、なんで隠す必要があるんだと。
まさにすでに今までですね、明らかになっていることばかりで、結局その理由はこれからしっかり調べていただきますが、要はこういう事態をから推測するとですね、要するに自分たちの立場として、自分たちの答弁したこと、自分たちの言ってきたこと、これがね、逸脱することがなかったということを見せるために隠していたということしか考えられないんじゃないか。まさに財務省による財務省のための情報操作なんだよ、これは。麻生大臣、いかがですか。これが今回のこの財務省の抱えている問題の真実じゃないですか。麻生財務大臣。これは西田先生、先ほど答弁を申し上げましたとおり、この一連の資料を見た、まあ、読んだ感想を申し上げさせていただければ、少なくとも誤解を招かないようにというので、佐賀の昨年の2月から。ちょっとね、麻生大臣はね、もう少し深刻にこれを受けてもらわなきゃだめだと思いますね。というのはね、これはこれだけじゃないんですよ。この問題だけじゃないんです。麻生大臣は大臣になられる前、ね、私も野党時代、よく大臣のところにお邪魔しましてね、ぜひ今度、政権を取ったらですね、政権を取ったら、安倍総理がなったらですね、積極的に財政をして、デフレから脱却していこうという話を言ってましたよ。で、それまさに平成の自分はこれきるになるんだと、そこまで公言されてましたね。ところが財務大臣になられて、はっきり言いまして、ずいぶん方向性が変わってきましたよ。それはなぜか、財務省がさまざまな資料を持ってくるわけですね。つまり、今やらなきゃならないのは、プライマリーバランス、財政再建なんだと、こういう話が、当然財務大臣ですからね、財政再建というのもね、それ言わなきゃならないのに分かりますよ。しかし私は今回の事件で、はたと気がついたのはですね、財務省というのは、自分たちは膨大な資料を持ってますよ。その資料の自分たちの都合のいいところだけをちょいちょいと出して、大臣に説明する、国会議員にも説明する、これ、しょっちゅうやってるわけですよ。これ、はっきり言いましてね、今、自民党の中でも、財政再建の PT を特命委員会やってますよ。で、そこずっとできたとこから私入ってますが、総理、これ、とんでもないのはね、この彼らが言ってる理論は、もうはっきり言って、私の前ですべて破綻してます。破綻してるんだけれども、つまり、ね、20年間、ね、彼らが言っていたプライマリーバランスの財政再建論ですけれども、彼らが言ってるのは、このまま放っておけば、ね、この日本はハイパーインフレになると、ね、通貨の信用はなくなる、円安、とんでもない円安になる、これをずっと言い続けてるんです。ところが、なってのは全部逆でしょ、逆でしょ、ね、これ、ハイパーインフレじゃなくて、本当のデフレになっちゃって、ね、しかも円高になってるわけです。なんでそんなのかと。つまり彼らの説明している理論が全く破綻している、だから我々はですね、違う学者の方も含めて、そのことを言ってるんですけれども、いまだに彼らはいわゆる財務省お抱えの学者しか連れてこないよ、そしてその中で、いや、これですかと、そういう話、麻生大臣もね、毎日毎日聞かされるんじゃないですか、そうすると、これはさすがのね、さすがの麻生大臣でも、これは財務省のやつがみんなこう言ってるとね、そういう方向になっちゃうと思いますよ。そして洗脳される、そしてそれを知らないうちに、そういう情報がばらまかれる、これが総理、せっかくアベノミクスでデフレ脱却をやろうとしてるのにですよ、財務省側からのそういう情報操作、つまり財務省が流してる情報だけが正しいかのような形でね、新聞社も含め、全部これ、使われてるんですから。今回のこのね、この事件というのは、まさにこの体質そのものを私、示してると思いますよ。だから総理は、これ今日の委員会ではね、あえて消費税の話まで私、言いませんが、要するにデフレ脱却していかなきゃならないという時代になってね、さまざまな正しい情報を国民に伝えて、その中で政策判断していかなきゃいけないんだけれども、今回のこういうようなね、財務省の体質だったらね、これ、できると思いませんよ。だから根本的に総理自身がですね、これは財務省のその情報、果たして本当に操作してないのかと、こういうことも含めてやらないと、これ政治がですよ、官僚にこれ牛耳られて、
自分たちの都合のいい所で使われますよ。はっきり言いまして、今の財務省のやり方は昔の李克軍と同じなんですよ。自分たちの都合のいいところだけやって、ね、今、負けてるのに負けてませんと、転戦転戦ですよ、ね、デフレなのにデフレじゃない、今、これから良くなってるところですよ、同じことなんですよ、ね、そしてあの時は、西郷天皇陛下のご聖断で、もういい加減にしろと、このままでは日本の国潰れるじゃないかというので、敗戦を認めることになりましたよ。で同じく、今、我々やらなきゃならないのはね、この財務省をはじめ、このさまざまなこの政策、総点検していく中で、やっぱり前提となっている情報が違っていたと。考え方が違っていたと。その結果ですね、大きな大きなこのデフレの病にかかってるんですよ、これ。だからここのところは、ここのところは、ね、まず総理がやっぱりそういう認識を持っていただいて、麻生大臣に対してもですよ、もう少し麻生大臣は財務省のトップではあるけれども、もう少しそういうところのところまで調べてもらわないといけないんじゃないかという認識を持つべきだと思いますし、またこれ、同じ他の省庁でも同じことがあると思いますよ。つまり官僚による情報操作が、ね、されてきている、日常茶飯されているというのが、今回の書き換え問題の根本的なところですよ。私はそういう問題意識を持ってますが、総理、どう思われますか。安倍内閣総理大臣。先日、財務省から文書を明らかにいたしました。今、西田委員がご指摘になったように、行政全体に対する信頼を揺るがしかねない事態となっております。行政の長として責任を痛感をしているところでございまして、改めて国民の皆様に深くお詫びを申し上げたいと思います。国民の皆様から厳しい目が向けられている、そのことを真摯に受け止めながら、捜査に全面協力することはもちろんでございますが、それとともに、なぜこのようなことが起こったのか、全容を明らかにする、そのためにしっかりと調査を進めていく。麻生大臣も今、手挙げておられたんですけれどもね、麻生大臣は直接のこの財務省の責任者ですから、もう今の総理の発言も受けてですね、この問題、どういうふうに取り組むのか、おっしゃってください。麻生財務大臣。この一連の佐賀の中に、そういった隔週が常にあるのは、やるというのはやむへんと思いますけど、それを上回るものをやっていくだけの力が必要だと思っております。西田君。この議論につきましては、本委員会ではなくて、後に、麻生大臣の所信の質問、私がやる予定でおりますので、しっかり、そこでも議論させていただきます。それで、今日はですね、もうあとちょっと時間なくなりましたから、これで確認したいんですけどね、要するに世間では麻生大臣、ね、この人を罷免するべきだとか、安倍総理自身が政治責任を取るべきだと、こういう話もありますよ。しかし私は、この話は先ほどからね、事実関係全部積み上げて、冷静に見ていくと、要するに役人が勝手に自分たちの都合で情報を書き換え、そしてそれを政治家にも、トップにも伝えない、与党にも説明しない、ね、それが出てきてるわけですよ。これ、本当、むちゃくちゃですよ。官僚システムとしてね、これ、あるまじきことが常態化してしまってますよ。だからこれをですね、しっかりともう一度立て直すのがね、これ、安倍内閣の仕事ですよ。そして、その責任者として、特に財務省についてはですね、麻生大臣が、この検察が捜査がどうのこうのじゃなくて、ここまで来たらね、はっきり言いまして、いついつまでに出すんだと、そこまでやっぱり麻生大臣がね、これ、検察も含めて話をしてやってくださいよ、そういうやっぱりことをやらない、やることが麻生大臣が責任を果たすことになると思います。ですから、まず、お二人にその2点お聞かせください。安倍内閣総理大臣。はい、いかがだったでしょうか。結局ですね、皆さんもご存知の通り、この時の西田議員の提言、安倍総理と麻生財務大臣に最後のチャンスとしてね、
された提言なんですけども、その後履行されることはなかったですね。この時の返答も非常に曖昧模糊としていて、もう載せるに忍びなかったんで、もう切りました。結局安倍総理も麻生財務大臣も西田議員の言ってることがね、全く理解できてない、もしくは理解できても実行する能力も意思もないってことなんですよ。で、私がすごく懸念したのはこのね、官僚による政治主導って言うんですか、本来は政治家が主導しないといけないこの日本の矛先をですね、その進む先を官僚がいじくってるんですよ。で、この官僚はね、もしかしたらある国の意思を反映して内部から瓦解させるために送り込まれたスパイかもしれないということまで考えられるんですよ。以前ですね、こんなことがありました。民主党政権時代だと思いますけども、尖閣諸島沖でですね、中国の漁船が日本の巡視艇にぶつかってきてね、で銃弾をバンバンバンと浴びせたと。で、日本の海上保安庁は放水によってなんとかそれを食い止めたっていうことがね、あったんですけども、これもね、なぜか隠蔽されていたんですよ。で、海上自衛隊か誰かがこれを YouTube に流出させたことで大変だってことが分かったんですよね。こんな真実が日本のビデオテープ、日本人が撮ったビデオテープが隠されていたのか、なんでこれを隠すんだ、もっと問題にしなくちゃみたいな感じでね、動きがあったんですけども、その時から十数年経ってですね、現在どうでしょうか。漁船がぶつかった程度ではなくて、今ね、軍艦が尖閣諸島に毎日のように押し寄せてきて、それこそね、200数十何日において起きてるわけですよ。これもですね、財務省がプライマリーバランスの黒字化を、まあ、あまりにもね、強く推し進めるがあまり、軍事費の削減なり、人件費の削減なり、国家防衛が弱体化していった結果ですよね。他の国から攻められやすくなってるわけなんですよ。で、国民の主権とか国土ってのを奪われて、しかも、このね、日本の財政は、本当は全く問題ないのに、どんどん切り詰められ、規律を、もう本当に、まあ、求められてですね、にちもさちもいかなくなってると。この間違った財政政策っていうのは、一体これね、本当に間違ったのか、それとも意図的にされたんでしょうか。これ、ね、財務省に本当にかなりの、ね、責任があると思います。で、私たちは、この財務省を選挙で選んだわけではないんで、罷免する権利がないっていうのが、これのね、立ちの悪いところですよね。まあ、ですんで、財務大臣には、もう早くね、正気になっていただいて、財務省の総入れ替えをね、していただきたいと思いますけども、多分この時西田議員が言ったのが最後のチャンスだったんじゃないかなと思うんですよ。もう手遅れで、日本はもうすでにね、東南アジア列極に、まあこれはね、ある特定の国を対して言うんですけども、まあ、東アジア列極にですね、もうね、ある国にはですね、もうかなわなくなってしまった。そして、アメリカが最後まで味方についてくれる、そして尖閣諸島を守ってあげるよというね、重要な提言もあったのに、日本がいまいち乗り気じゃないっていうふうに見られて、これはそのうちですね、見限られるんじゃないかなと思います。こういうことも考えられますよ。日本、アメリカ、尖閣諸島に潜入してきているある国の3つの国があるときに、今はそのある国とアメリカと日本というこの対立軸ですけども、アメリカとこのある国が手を結ぶことも考えられるんですよ。そうしたときに日本というのは単独の国で自国が防衛できるかなってところなんですよね。だからこれはね、十数年前からこの問題ってのはずっと来ていて、単なるデフレでは済まないような、ね、事態になってるわけなんですよ。私はね、それがね、返す返す恐ろしいことと、西田議員がこの当時ですらここまでの危機感を持ってですね、安倍総理、麻生財務大臣にここまでのことを提言したっていうのは本当に、ね、すごい簡単に値するなと思うんですよね。すごいですね。まあとにかく我々の国としてはちょっとかなり危ないんじゃないかなというところでございます。では今回は以上です。この国会でですね、まあ、私が特に質問して、なんで安くなったかという理由ですね、ゴミが出てきて、そしてゴミの引く場合にですね、その、まあ、流米を単価でかけて出したという話が、まあ、あったんですけれども、まあ、この内容、この文書を見たらですね、公開、新たに公開された文書を見たらですね、まさに私が、国会で質問をし、説明を受けた内容そのものが出てきてるわけですよ、これ。じゃあ、そうするとね、なんでこれをですね、公開、国会にですよ、言われたときに出さないのか、それが本当に理解不明なんです、意味がわからないんですよ。ね、要するに、総理の忖度するとか言うんだったら、まさにですね、出してる方がよっぽどいいわけですよ。なんで出さないのかと。で、そのことを麻生大臣、財務省のトップとして、これ、どういうふうにご理解されてますか。麻生財務大臣。今ほどの西田先生のご質問なんですが、同様な疑問を持ったのは、これは普通の人は皆そう思ったと思いますし、私もその例外ではありませんが、
この書き換えが行われました目的また経緯等々についてはこれは最終的に調査結果を踏まえる必要があろうとは思いますが、少なくとも書き換えられた文章というのを見る限りはそれまでの国会での答弁、佐川のおっしゃる主として佐川ですけど、佐川の答弁が誤解を受けることのない、ないようにするために行われたということぐらいしか考えられないんですが、いずれにしてもとにかく決裁文書というものがもうすでに行われた、決裁で行われた行政文書を後からいわゆる書き換えを行うというようなことは、これは誠に由々しきことなんであって、甚だ遺憾だと、私どもはその点に関しては強くそう思っております。西田君。私はですね、実は、これからがこの問題の 本質なんですけれどもね、要するに書き換えたのは総理のため、ね、でそれを忖度するためじゃなくてですね、おっしゃったようにね、自分の答弁を、ね、自分の答弁に不都合なことがもしあったらまずいんで直していったと、そういうことだろうと。ということは自分のためになってるわけですよ。しかしそれこと自身が自分のためにならなかったんですがね。でそこで一つね、このこともちょっと聞いておきたいんですよ。リーダー局長に聞きますがね、これも驚いたんですがね、3月2日にこれ朝日新聞でそもそも資料の書き換えがあるんじゃないかという疑惑が報じられましたよね。で我々はその時財務省ともあろうものがそんなこと絶対するはずがないと確信してましたよ。だからそういうつもりで国会対応もしておりましたし、総理もそうだと思いますし、財務大臣はとりあえずこれで調査するという話されてたんですが、実は驚いたことにですよ、この3月2日に疑惑が出て、国交省、航空局で、ここもこの土地のこの売買には関与してましたからね、要するに土地の値段の算定するのに国交省が関与してたわけなんですが、でそこで財務省が国会に開示している貸付のこの決議書とですね、自分たちが持っていたものとですね、これ比べてみたら、あれと、自分たちがもらってるのと違うじゃないかと、つまり、国会に出てるのは、改ざんと言いましょうかね、書き換えられてる文書だなということに気がついたわけですよ、これ。で、そこで国交省側から、これはですね、財務省、理財局の方にですね、通知をしたというんですよ。でそれを3月5日に財務省にその情報を伝えたとですね、昨日、石井国交大臣が記者会見で発表されました。ね、で、麻生大臣にまずこのことをですね、麻生大臣はこのことをいつ報告を受けたんですか。で、理財局長に聞きますが、麻生大臣、いつ報告したんですか、大体。財務省、大谷財局長。お答えをいたします。3月5日に国土交通省から私ども理財局の方に連絡をいただきました。それも含めて、すべてを整理をして、最終的に大臣が報告できているのは、大臣にご報告したのは3月の11日ということでございます。3月5日の日に聞いて、それをすぐ大臣にお伝えしたというわけではないということでございます。西田君。で、あなた何を考えてるんだって話ですよ。まさにね、実は私は昨日この事実をですね、与党国対やってる中でですね、理財局長から報告を受けて、でところでこれどうなんだって聞いたらそういう話だっていい加減しろと怒ったんですよ。というのはね、我々国会でこの文書があるのかないのかと、当然ないだろう、あるはずがないと思ってたのが、実は一部ではあるけれども、ある事実がその時判明したわけじゃない。なんでそのことを我々与党にも国会にも政府にも報告しないんだね。その報告をしていれば当然国会対応変わるんですよ。こんな事態にならない、野党が出てこないようなね、異常事態にならないんだよ。なんで報告しなかったんだよ。大谷財局長。お答えを申し上げます。3月2日の報道があって、その日の国会審議で厳しくご指摘をいただいて、私ども調査を始めました。で、調査をするときには関係する者から聴取をする、あるいは資料を特定すると、探索をするということで、さまざまな情報を集めました。3月5日には国土交通省からそういう情報もいただきました。で、そういう情報を一生懸命集めて、ある意味で情報の裏を取って、それで、一つ一つきちんと確認しなければいけないと思って作業しました。
それでその上ででございますが、作業を確認、我々としてはできるだけのことをやるんですが、やってもどうしてもわからない部分があり、逆に言うとそこまで努力をしないと捜査を受けている身として捜査当局に協力がお願いできなかったので、結果的に我々がそこまでできて捜査当局にお願いできたのが3月9日の金曜日でございました。そしてそこまでやったおかげか捜査当局には大変感謝をしておりますが、ご協力をいただけました。で3月10日土曜日に現地で、物のコピーをさせていただいて、本省財務省に来たのは日付が変わって10日の土曜日ということになりました。で10日の土曜日に捜査当局からいただいたものも含めて、最後に確認をしていろんなことが分かって、それで11日に大臣にご報告させていただいたというのが経緯でございます。石田君、今のね理財局長の答弁を聞いてましても分かりますようにね、自己弁明ね、自分たちは整理をして、ね、事実関係を整理して渡そうと、まあ、こういうことですよ。しかし大事なのはですね、要するに麻生大臣もこう答弁したわけですよ。あるかないか損否の有無も含めて今調査中だと言ってるわけですよ。それ分からないからそう答えるわけですよ。ところが片っぽで事務方にはすでに情報が総理入ってたわけですよ。これとんでもない話で、つまりね、何が言いたいかというと、我々の仕事というのは与党側の議員ですから、例えばこういうね、事態が起きたときにですね、当然政府側にね、どうなってるんだと、野党側が指摘しているような、また報道が言ってるような事実があるのかどうか、まずそのことを我々は聞いてるわけですよ。ところが、彼らは知っていたわけですよ、3月5日の時点ですでに。ところが、そのことを全く我々には、大臣にも含めて報告がない、ないだけで、国会が大変な混乱してるわけですよ。でまさにこれはね、官僚が、ね、自分やるべき判断じゃない、政治家がやるべき判断、政治家が情報をもらってですよ、でそれをじゃあ、こういう説明の仕方して、ね、混乱を収めようとか、野党側にこういう話をですね、しっかり説明しなさいとか、いろいろあるわけですよ。ところが、与党側にも情報が上がってこない、ね、まさにこれが今回の問題の一番の問題点なんですよ。つまり官僚システムというのがね、我々政治家よりもはっきり言って圧倒的に情報を持ってるわけですよ。総理よりも財務大臣よりもあらゆる分野で各省庁情報を持ってるわけなんですよ。ところがその情報をすべてそのトップの政治家に知らせですよ。その中で政治判断をして政策の決定をしていくのが総理仕事じゃないですか、我々。そして我々与党はですね、同じく政府のその情報をですね、共有しながら国会運営をどうしていくかと、野党側にどういうふうにこれを説明していくかと、そういうことをやっていくのが、まあ、私、国対の仕事ですよ。ところが、その肝心の情報ですよ、一切われわれに知らせていない、ね、そしてあと11日になってからですよ、報告して、ね、いや、こんなんでしたと、しかも出てきた資料を見たらですよ、出てきた資料、なんで隠す必要があるんだと、まさにすでに今までですね、明らかになっていることばかりで、結局その理由はこれからしっかり調べていただきますが、要はこういう事態をから推測するとですね、要するに自分たちの立場として自分たちの答弁したこと、自分たちの言ってきたこと、これがね、逸脱することがなかったということを見せるために隠していたということしか考えられないじゃないか。まさに財務省による財務省のための情報操作なんだよ、これは。麻生大臣、いかがですか。これが今回のこの財務省の抱えている問題の真実じゃないですか。麻生財務大臣。これは西田先生、先ほど答弁を申し上げました通り、この一連の資料を見た、まあ、読んだ感想を申し上げさせていただければ、少なくとも誤解を招かないようにというので、佐賀の昨年の2月から4月までの間の答弁と、その資料との間に、齟齬がとか、また誤解を招くとか、そういった誤解を招かないためにということが主たる目的であって、いわゆる偉い方々の意見をとか、
陳情等々に忖度をして何とかしたというようなことではないというのははっきりしとると私どももそう思いますので、その点に関しましては今ご指摘のありましたとおり答弁との間の誤解を招かないようにというためが主たる目的だったのではないかと、今の文章を読む限りだけの私どもの総的なところの感想であります。石田君、ちょっとね、麻生大臣はね、もう少し深刻にこれを受けてもらわなきゃダメだと思いますね。というのはね、これはこれだけじゃないんですよ。この問題だけじゃないんです。麻生大臣は大臣になられる前、ね、私も野党時代、よく大臣のところにお邪魔しましてね、ぜひ今度政権を取ったらですね、政権を取ったら、安倍総理がなったらですね、積極的に財政をして、デフレから脱却していこうという話を言ってましたよ。でそれまさに平成の自分はこれきりになるんだと、そこまで公言されてましたね。ところが財務大臣になられて、はっきり言いまして、ずいぶん方向性が変わってきましたよ。それはなぜか、財務省がさまざまな資料を持ってくるわけですね。つまり、今やらなきゃならないのは、プライマリーバランス、財政再建なんだと、こういう話が、当然財務大臣ですからね、財政再建というのもね、それ言わなきゃならないのに分かりますよ。しかし私は今回の事件で、はたと気がついたのはですね、財務省というのは、自分たちは膨大な資料を持ってますよ。その資料の自分たちの都合のいいところだけをちょいちょいと出して、大臣に説明する、国会議員にも説明する、これ、しょっちゅうやってるわけですよ。これ、はっきり言いましてね、今、自民党の中でも、財政再建の PT、特命委員会やってますよ。で、そこずっとできたとこから私入ってますが、総理、これ、とんでもないのはね、この彼らが言ってる理論は、もうはっきり言って、私の前ですべて破綻してます。破綻してるんだけれども、つまり、ね、20年間、ね、彼らが言っていたプライマリーバランスの財政再建論ですけれども、彼らが言ってるのは、このまま放っておけば、ね、この日本はハイパーインフレになると、ね、通貨の信用がなくなる、円安、とんでもない円安になる、これをずっと言い続けてるんです。ところが、なってのは全部逆でしょ、逆でしょ、ね、これ、ハイパーインフレじゃなくて、本当のデフレになっちゃって、ね、しかも円高になってるわけですよ、なんでそんなのかと。つまり彼らの説明している理論が全く破綻している、だから我々はですね、違う学者の方も含めて、そのことを言ってるんですけれども、いまだに彼らはいわゆる財務省お抱えの学者しか連れてこないよ、そしてその中で、いや、これですかと、そういう話、麻生大臣もね、毎日毎日聞かされるんじゃないですか。そうすると、これはさすがの麻生大臣でも、これは財務省のやつがみんなこう言ってるとね、そういう方向になっちゃうと思いますよ。そして洗脳される、そしてそれを知らないうちに、そういう情報がばらまかれる、これが総理、せっかくアベノミクスでデフレ脱却をやろうとしてるのにですよ、財務省側からのそういう情報操作、つまり財務省が流してる情報だけが正しいかのような形でね、新聞社も含め、全部これ使われてるんですから、今回のこのね、この事件というのは、まさにこの体質そのものを私、示してると思いますよ。だから総理は、これ今日の委員会ではね、あえて消費税の話まで私、言いませんが、要するにデフレ脱却していかなきゃならないという時代になってね、さまざまな正しい情報を国民に伝えて、その中で政策判断していかなきゃいけないんだけれども、今回のこういうようなね、財務省の対処だったらね、これ、できると思いませんよ。だから根本的に総理自身がですね、これは財務省のその情報、果たして本当に操作してないのかと、こういうことも含めてやらないと、これ、政治がですよ、官僚にこれ、牛耳られて、自分たちの都合のいいところで使われますよ。はっきり言いまして、今の財務省のやり方は、昔の陸軍と同じなんですよ。自分たちの都合のいいところだけやって、ね、今、負けてるのに負けてませんと、転戦ですよ、ね、デフレなのにデフレじゃない、今、これから良くなってるところですよ、同じことなんですよ。ね、そしてあの時は、最後、天皇陛下のご聖断で、もういい加減にしろと、このままでは日本の国潰れるじゃないかというので、敗戦を認めることになりましたよ。同じく、今、我々やらなきゃならないのはね、この財務省をはじめ、このさまざまなこの政策、総点検していく中で、やっぱり前提となっている情報が違っていたと、考え方が違っていたと、その結果ですね、大きなこのデフレの病にかかってるんですよ、これ。だからここのところは、ね、まず総理がやっぱりそういう認識を持っていただいて、麻生大臣に対してもですよ、
もう少し麻生大臣は財務省のトップではあるけれども、もう少しそういうところのところまで調べてもらわないといけないんじゃないかという認識を持つべきだと思いますし、またこれ同じ、他の省庁でも同じことがあると思いますよ。つまり官僚による情報操作が、ね、されてきている、日常茶飯されているというのが、今回の書き換え問題の根本的なところですよ。私はそういう問題意識を持ってますが、総理、どう思われますか。安倍内閣総理大臣。先日、財務省から文書を明らかにいたしました。今、西田委員がご指摘になったように、行政全体に対する信頼を揺るがしかねない事態となっております。行政の長として責任を痛感をしているところでございまして、改めて国民の皆様に深くお詫びを申し上げたいと思います。国民の皆様から厳しい目が向けられている、そのことを真摯に受け止めながら、捜査に全面協力することはもちろんでございますが、それとともに、なぜこのようなことが起こったのか、全容を明らかにする、そのためにしっかりと調査を進めていく、麻生大臣にはその責任を果たしてもらいたいと思います。そしてその上で全容がすべてが明らかになった段階において、二度とこのようなことが起こらないように、信頼の回復に向けた組織の立て直し、全力を挙げて取り組んでいかなければならないと、こう思います。そして麻生財務大臣にも、その考え方のもと、取り組んでいただきたいと、こう思っております。またこの問題については、今後とも国会において、国会の審議において、誠実にしっかりと説明責任を果たしてまいりたいと、このように考えております。石田君。麻生大臣も今、手挙げ取られたんですけれどもね、麻生大臣は直接のこの財務省の責任者ですから、もう今の総理の発言も受けてですね、この問題、どういうふうに取り組むのか、おっしゃってください。麻生財務大臣。この一連の佐賀の件に関しましては、先ほどたびたび答弁をさせていただいたとおりです。その上で、今、そのほかにもいろいろデフレの話とか、財政再建の話とか、いろいろあったのもご指摘のとおりですが、少なくとも財務省の情報によって、そういう環境になりますのは、それはもうどこに役所に限りませんが、どこの組織の中においても、一人で落下傘で置いてけ、そういうことにならざるを得ない。どこの組織でもないです。私はそれは何も外務省財務省だけに限った話ではないんだと思いますが、それを上回る情報と指導力がない限りはそういうことにならざるを得んことになってきたんだと思ってますね。しかしこの5年間言わせていただければ、少なくとも財務省の反対を押し切っていろいろな形で、例えば財政投融資を使わせてもらうと絶対反対のものだ、またいわゆる承継、今度今やらせていただいております事業を承継税制にしても、これで相続税とかそういったものをゼロにするなんて話はなかなか、そういったこともやらせていただく、そういったのはやっぱりある程度きちっとした上回る情報と別の角度の情報と、それをきちっとした信念を持ってそれを通すといういわゆる指導力というものがないと、なかなか役所とか組織という上に別のところから来てそれをやっていくというのは至難の業だと、何も財務省に限った話だとは思いませんが、少なくともそういう結果、我々の意見というもので、我々はこの5年間の間に大きく財政なり金融なりいろんなものを変えさせていただいて、日銀まで行って金融緩和の方向に変えさせ、また財政もいろんな形で方向を変えさせた結果、今日少なくとも経済は絶対成長しないと言われた経済が約50兆成長し、税収も大幅に増え、新規の国債発行も11兆減らすというようなことができたのは、従来の大蔵省のやり方だったり、財務省のやり方だったり、できなかったことがやれたというようには、この内閣だからできたんだと、私はそう思っておりますんで、ですが、今言われましたように、そういった隔週が常にあるのは、やるというのはやむへんと思いますけど、それを上回るものをやっていくだけの力が必要だと思っております。西田君。この議論につきましては、本委員会ではなくて、後に
麻生大臣の所信の質問、私がやる予定でおりますので、しっかりまあそこでも議論させていただきます。それで、まあ、今日はですね、もうあとちょっと時間なくなりましたから、これで確認したいんですけどね、要するに世間では麻生大臣、ね、この人を罷免するべきだとか、まあ、安倍総理自身が政治責任を取るべきだと、まあ、こういう話もありますよ。しかし私は、この話は先ほどからね、事実関係全部積み上げて、冷静に見ていくと、要するに、役人が勝手に自分たちの都合で情報を書き換え、そしてそれを政治家にもトップにも伝えない、与党にも説明しない、ね、それが出てきてるわけですよ。これ本当無茶苦茶ですよ。官僚システムとしてね、これはあるまじきことが常態化してしまってますよ。だからこれをですね、しっかりともう一度立て直すのがね、これ安倍内閣の仕事ですよ。そしてその責任者として、特に財務省についてはですね、麻生大臣がこの検察が捜査がどうのこうのじゃなくて、ここまで来たらね、はっきり言いまして、いついつまでに出すんだと、そこまでやっぱり麻生大臣がね、これ、検察も含めて話をしてやってくださいよ、そういうやっぱりことをやらない、やることが麻生大臣が責任を果たすことになると思います。ですから、まず、お二人にその2点、お聞かせください。安倍内閣総理大臣。ただいま、西田委員から大変厳しいご指摘をいただきました。行政内で起こったことでございますから、基本的には行政の長である私が責任を持っているわけでございますので、その責任を痛感をしているところでございます。そして今後はですね、二度とこうしたことが起こらないように、しっかりと全容を解明する、調査を進めていく、その麻生大臣にはまさにその責任を果たしていただく。そして全容を解明し、その上で二度とこうしたことが起こらないように、信頼ある組織に立て直していくことが求められている、そのことに対してましても、全力を傾けていきたいと、このように考えております。麻生財務大臣。今ほど総理の方からご答弁になったとおりですが、いついつまでにというところは、今、私どもは今、被験者、被疑者の立場ですんで、われわれは調べられてる立場ですんで、ちょっと調べがいつまで終わるのかなんていうのは、なかなかちょっと聞ける立場にはありませんのは、もうご存知の通りです。その上で、私どもとしては、すべての調査が終わった段階できちっとしたものをさせていただきますんで、ちょっといつまでにということについては、確たることは申し上げられませんけれども、少なくとも今、調査をできる範囲でさせていただいておりますが、引き続き調査を進めさせていただいて、きっちりとしたものを作り上げた上で、信頼回復、ここが一番肝心なところだと思いますので、こういったことは二度と起きないようにすること、また信頼回復等々について全力を挙げたいと思っております。